皆さんこんにちは。今回は東方航空で上海経由、上海からパリまで東方航空のコードシェア便のエールフランスで、パリまで向かった動画です。この動画は2016年の12月のクリスマス頃に撮ったやつなので、ちょっと忘れてるところがあると思うんで、ちょっとその辺はご了承ください。これは上海まで機内食ですね。まあ味は普通だったですね。エールフランスが上海でちょっと乗務員交代の影響で遅れたらしくて、でちょっとスタバに寄って、ほんでチェックインしようと思ったら50元ぐらいのチケットを配られたんで、この麺を食べに行きました。結構美味しかったです。このまあエールフランスなんですけども、まあ、東方航空のコードシェア便で、まあ、安く乗れました。全部で6万円ぐらいだったですね。これはエールフランスの機内食、美味しかったです。シャンパンもついてたりして結構お得感はありましたね。でパリに到着して、この電車に乗って市内へと向かいます。なんかこの電車はネット上でちょっと治安が悪いから乗らない方がいいとかいう話があったんですけど、全然そんなことなかったですね。普通に乗れて快適でした。今見てもらった通り、パリの地下鉄って、まあ、一部ですけど、レバーを上に上げてドアを開けるんですね。これ結構面白いです。まあ全体的に古くて結構歴史がある駅とかが多いんで、まあ、見るだけでも面白いですね。はい、ここもパリの地下鉄の駅なんですけど、もうホームにですね、ルーブル美術館が近いってことで、彫刻がいっぱい並んでます。すごいですね。もうルーブル美術館なんか入ったぐらいな、すごい彫刻ばっかりが並んでて、もう行かなくていいんじゃないかと思っちゃうぐらいの、まあそんな駅ですね。はい、こちらルーブル美術館です。すごいでっかいですね。いやー、とても一日じゃ回りきれない。ほんとすごいです。凱旋門です。ここは水曜ロードショーのヨーロッパ完全制覇の旅の出発点ですね。ほんと、感慨深いです。ベルサイユ宮殿です。めっちゃでかいですね。ここも宮殿の中なんですけど、ボートのレースの練習ですかね、なんかしてます。Paris-Montparnasse. Il desservira toutes les gares.
で今はベルサイユ宮殿からパリの中心に帰るとこなんですけど、まあダブルデッカーで来ましたね。普通電車でもこういう感じなんですね。あとね、パリといえばやっぱりエッフェル塔を見ておかなきゃいけないってことでね、あの電車に乗りながら見れるスポットがあったんで、そっから見てきました。次は食べ物編ということで、カフェに行ってきました。カフェでキッシュを食べたり、なんかこれ試供品というか、なんか余った端くれのものをただでもらいました。結構美味しかったです。でフランスのスーパーで弁当を買おうと思ったんですけど、なかなかいいのがなくて、結局サラダばっかりになってしまったんですけど、まあサラダはサラダ結構美味しかったです。俺なんかはサーモンが結構美味しくていいサラダでした。であとはゲストハウスの朝食、パンが中心ですね。でせっかくパリに来たんでね、ちょっといいもん食べようと思ってステーキを少し食べました。非常に柔らかいお肉で美味しかったです。これで15ユーロぐらいですね。なんかエッフェル塔の近くにですね、青空市場があるっていうことなんで、ちょっと行ってみたんですけど、あ、結構長い市場で面白いです。こんな感じで、野菜や果物や、まあヨーグルトなのかな、チーズ、海鮮、何でもある感じですね。いやー、こういうところでちょっと新鮮な野菜と新鮮な魚介類を作って、美味しいピザやパスタなんか作ってみたいですね。で次はですね、パリを後にしてスペインのバルセロナに TGV で向かいたいと思います。この TGV は2階建て車両で、私はその1階部分に座りました。座席は、対面式になってまして、まあ、回転とかはできません。前に、フランス人の、家族が座ってたので、まあ、その人たちと話しながら、まあ、スペインの方に向かっていきました。確か最高300キロぐらい出してて、結構早かった思い出があります。で、パリからバルセロナまで1000キロぐらいあるんで、結構時間かかりましたね。確か6時間以上かかりましたけど、なかなか、まあ景色も良くて飽きない旅でした。スペインバルセロナに到着して地下鉄に乗車しました。ここもレバーで開けるタイプですね。でバルセロナに着いたら全然パリと違ってあんま寒くないんですね。暑くはないんですけども、非常に温暖だなぁと、やっぱり1000キロちゃんとこんな違うんだなぁと思いましたね。バルセロナといえばやっぱりサグラダ・ファミリアですね。サグラダ・ファミリアのね、上から見る景色がすごいってことで、ちょっと入場料高いんですけど、階段をぐるぐる回って登ってきました。ですね、確かにすごい景色です。まだ工事中のねところもあったりして、やっぱりまだまだこれからできるっていうところがねあるみたいですね。まあ、もうすぐ完成するっていうね話があるんですけども、いやそれにしてもすごい高いですね。そしてこんなよく高いところでこんな彫刻を作ったりしますよね。いや、ほんと職人ってすごいなと思いますね。と夜になってちょっと街歩きをしてみようかなと思って外に出ました。ちょうどクリスマスの前だったんで、まあいろんなイルミネーションがしてあって非常に綺麗でした。ちょっとフィリピンっぽいというか、まあフィリピンがスペインの植民地だったんで、まあ、飾り付けがよく似てるなと思いますね。街中にもガウディの作品群があって、これはカサミラっていう
なんかマンションらしくて、実際に賃貸で貸してるらしいですね。と次にスペインで食べたものなんですけども、基本的にはスーパーの惣菜を買って食べてたんですね。で、まあ、こんな感じなんですけど、あとハムを食べたりとか、フィリピンにも売ってるサンミゲルビール、まあ、スペインが本家だと思うんですね。スペインのサンミゲルビール飲んで、バルでアヒージョを食べたんですね。エスカルゴのアヒージョです。全体的にスペインのが安くて私の口に合いました。美味しかったです。で、こちらはスペインが本場のオルビアです。やっぱいいですね。やっぱり建物とか木とかがちょっと違って南欧って感じですね。で、その後海岸に行ってちょっと歩いてたらヌーディストビーチがあったんで行ってみたらゲイに絡まれました。ただいまピレネー山脈の上空です。でもパリに帰ります。今は LCC のトランサビア航空に乗っております。で、このシートがちょっと変わってて、こんな緑の丸がいっぱいあるようなブツブツのシートです。で、パリに帰ってきてちょっと時間があったんでロダン美術館で考える人を見てきました。で、ここからが本題なんですけど、中国東方航空で中国経由で名古屋に帰るんですけど、それがまず雲南省の昆明まで行くんですね。で、昆明まで行ってそこから国内線で合肥、安徽省の合肥まで行ってそこから名古屋まで行くんです。で、機内食はパリからの機内食はどっちもまあまあ美味しかったですね。肉と、まあ、パスタだと思いました。美味しかったです。で、昆明についてちょっと時間があったんでちょっと蘭州ラーメンを食べたいなと思ってラーメン屋に行って、まあ、空港のラーメン屋で食ったんですけど、これがまた美味しかったんですけど、中国元が僕なくてカードで払ったんですね。そうしたらカードが使えないって言われて、あれおかしいなと思って、その上海では使えたのになんでこっち使えないんだろうと思って、で、どうしようと思って US ドルがあったんで US ドルで払ったんですよ。で、まあそこはなんとか良かったんですけど、その後国内線で合肥に行ったんですね。で、これが機内食なんですけども、東方航空のランチボックスに入ってて、で、あとはもう一品、メインがついてくるって形ですね。まあこれは中国クオリティでした。で、合肥、まあこんなとこめったに来ないです、絶対来ないんですけど来ちゃいました。で、国際線がちょっとまだ空いてないよって言われて、国際線のカウンターにすら行けないっていうことでちょっと待ってて、やっと空いて国際線の、まあ、名古屋行きに乗れたということですね。なんか田舎の駅みたいでちょっと不思議な体験でしたけども。で、最後に東方航空名物の炭水化物定食を食べてこの旅は終了したということですね。はい、大変長い間お付き合いいただきありがとうございました。本当にね、ちょっと遠回りな帰り道だったんですけど、いろいろ見れてまあ楽しかったですね。まあ、東方航空ご利用の際には、まあ、いろんな経路があるってことで、まあ、この前、だいぶ前にインド行った時に、名古屋からチンタオ行って、チンタオから北京に行って、北京から上海に行ったけど乗り継げなくてインドに行ったとか、そういうパターンもあるんで、まあ、いろいろ楽しめる、時間のある人には楽しめる航空会社かなと思います。まあ、時間ない人はやめておいてください。そういうことなんで、じゃあぜひこれからも東方航空乗っていきましょう。ありがとうございました。